採用した350マルチバスは産業用システムで使用されるコンピュータバスの規格である。インテルによって開発され IEEE、e、765バス規格として採用された。マルチバス仕様は故障に強く複雑な装置を設計することが可能な比較的大きなフォームファクターであり重要な業界標準であった。この業界標準は よく定義され文書化されていたため、マルチバス互換の業界が成長した。多くの企業がマルチバス用のカードを収める筐体を製作し、また別の企業がマルチバス用の CPU メモリ、他の周辺ボードを製作した。1982年には100以上のボードシステムの製造業者が存在した。これは複雑なシステムを 商用オフザシェルフのハードウェアから作ることを可能にした。また、各企業は独自のマルチバスボードを設計し、他のベンダのハードウェアと組み合わせることで、斬新なシステムを構築することができた。良い例が、ワークステーションの3-1と3-2を制作した3マイクロシステムズである。三は、独自設計の CPU メモリ SCS、ビデオディスプレイボードに、 スリーコムのイーサネットボードキシロジックスの SMD、ディスクコントローラーシプリコのテープマスター1、認知ンチテープコントローラー、スカイの不動小数点プロセッサシステックの16、ポート端末インターフェースを加えて、ワークステーションやファイルサーバのシステムを構築した。他のマルチバスベースのワークステーションベンダーとしては、HP、アポロを構築した、アポロコンピュータや、 アイリスを構築したシリコングラフィックスがあった。マルチバスはいろいろな転送速度のデバイスを接続しながら最大のスループットを維持できる非同期バスである。20本のアドレスラインがあり最大1メガバイトのマルチバスメモリと1メガバイトの i、大空間を使用することができる。しかし、ほとんどのマルチバス i、大デバイスは アドレス空間の最初の64キロバイトしかデコードしていない。マルチバスは複数のプロセッサや他のドマ装置で共有するためのマルチマスターの機能をサポートしている。標準的なマルチバスのフォームファクターは幅12インチ、長さ6.75インチの回路基板であり、前面に取り外しのための2つのレバーを持っている。ボードは2つのバスを備えている。 幅の広い P1 バスはマルチバス仕様で定義されている。二つ目のより小さい P2 バスはプライベートバスとして定義されている。マルチバスには以下のバス規格が含まれる。 ftp://reports.stanford.edu/.pub/.cstr/.reports/.csl/.tr/.82/.229/.csl-tr-82-229.pdf サンワークステーションのアーキテクチャアンドレアス・ベクチールシャイムフォレスト・バスケットボーンプラット スタンフォード大学コンピュータシステム研究所、テクニカルレポートナンバー229、1982年3月、アーカイブされたコピー。2007年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年4月25日閲覧。サンハードウェアリファレンス http コロンスラッシュスラッシュ www.umich.edu スラッシュアーカイブ、アポロ。 パートノス txthp, apollo systems information hat, http://www.futuretech.blinknlights.nl-iris-faq.html-silicongraphicsiris2000 3000FAQ ハット368000ボードユーザーズマニュアル3マイクロシステムズ1933年2月リビジョン B ありがとうございます